アリス・イン・ナイトメア炎と硫黄の第一編ということで、早速いきます。まあ、なんか火山っすね、なんかね。はまたまた冗談ばっかり。こっからいける？あ、でもまあいけそうではあるよ。あーだだ、なんか危ないな。あ、いや、いけた。成功法ルートで行きなさい。はい。まあ、なんか上に行くんでしょう、多分。やべ。お、なにこいつ。うーわ。あ、いや、強い。おー、強い、強い。これが結構来られたらやばいな、数が。あー、そこにある。バーサーカーモードになれるやつ、ちょっと取っとくかも。はい。バーサーカーモードになったら、あのアイスワンドの方が良さそうっすね。 OK、 じゃあアイスワンドで行こうか。はやっわお、これはいいですね。あ、じゃあもうガンガン行こうか。え、おはよう。ね、ちょっと回復して。ああ、やばい。 OK、 やった。さあ、バーサーカーモードは終わったようだ。セーブしようかな。はい、じゃあ、まだ来る。なんかね、割と距離あるとね、届かない感じですね。距離があるというか、近い感じで届いてるんですけど、届いてないみたいなね、このアイスワンドはね。割と、どし近距離というか、で行かないといけない。はい。は？何？なんかセーブしてきたら、こん中にいんだな。参ったな。あ、いる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 。うん、大丈夫そうですね。さあ、火山に当たったらもう一発でやばそう。うわー、これ巻き道の方が良さそうだな。うわ、ここなかなかっすね。いったか。いってるいってる。ナイスナイス。ああ、強い。さあ、回復して、セーブして。さあ。なんか、洞窟って感じですね。そのままや。ああ、回復があるな。ああ。トラップだった。逆側から来ないとダメっぽそう。あ、いや、まあ、いけそう。あ、いや、ダメだ。あ、やっぱ逆側からって感じかな。敵は、あ、なんか、あれ武器っぽいな、これね。ここが滑るんだよな。OK。まあ、ある程度でいいだろう。どうやって行こうか。あ、いる。OK。一体やった。オッケー。割と狭いな。さてと、敵は出て、はっ、ああ、魚さんが出てくるのか。じゃあ早く行かないといけないね。やばい、ちょっと待って、ごめん。さて、危ねえ。いた、巻き菱、巻き菱だと。さあ、ちょっと気をつけたいね。はいはい。うわ、こっちか。あ、一応全回復はしてるけど食らった。
これ登れ、あ、登れた。こっちはいけない。はいはい、こまめなセーブ。うわ、裏にある。うわ、まあいいか。うわ、いるね、いるね。うわ、めっちゃいるけど。まあ時間停止を使うのもありっすね、やっぱこういう大勢の時はね。うん、なんか巻き菱強いな。あんまりなんか FP 使ってないよね。ね、でちょっとね追尾してくれるんだよね。こっからでもいける、すごい。今ロックオンかけてますよね。これはさすがにいけんか。あ、いや、いってるよ。すごいすごい。さあ、これ問題はどっから行くかだな。こう、いや、これがいけなさそうだな。あ、これがいけなさそうっすね。まあやっぱこうか。で、こうか。で、ちょっと魚さんを処理したいけど。あ、いった！やばいな。もう一回食らったらちょっとやられちゃう。回復ない。うわぁ。これ届くかな。いた。オッケー、ナイスナイス。で、そこにいるんだよ、多分魚がね。ちょっと待って、セーブ。オッケー、セーブはしてきた。一回食らったら死ぬな。ああ、まずいなぁ。はい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 。オッケー。で、悪魔の矛、ちょっと一回使ってみるか。オッケー、来た。お、来た。ナーガ。ナーガみたいなやつ。終わった。やばい、これちょっと早めに行かないとだな。やばい、なかなかっすね、ここ。一回セーブしとこう。魚が来られたらやばいよ。左がやばいな。あー、魚が来ないんだったらちょっともう こう行くしかないな。オッケー、当たった。オッケー、いた。さあ、左の人はこっから微妙にいけそうだけど。オッケー、6発目。あ、いた。6発か。ジャックにしといて、で、ちょっと回復をちょっとすぐ取りたいね。はい。はい。ここに移動しなくちゃいけなさそう。はい。やばい！いった。さあ、ショージャンプ。いた。やべ、嘘だろ、これはやばい。回復ないか。あった。おお、めっちゃ飛ばされた。さあ、ジャックが飛んでいってくれれば OK。
行ったか。あー、行った。オッケー。あー、あれ、バサカーモードになれるんだけど、ちょっと行くのが大変っすね。ね。まあ、あっちが何もなさそうなんで行こうか。ちょっとね。無理せずね。さあ、まだまだいる。オッケーオッケー。この上はいけない感じですね。まあ、行こうか。明日にも回復があった。うわ、めっちゃいる。さあ、ジャックが帰ってきた。待って待って、こんないんの？いったか。さあ、だいぶ奥深いところまで来ましたけども。なんか声がするな。どこだろう。今こそ来たり、行動の時、一日も無駄にするなかれ。下手な言い訳一切無用、一刻も無駄にするなかれ。うん、私がサボっているみたいに言ってるわ。ブラブラ楽しんでるみたいに何も分かってない。怖いものや不愉快なものには立ち向かえ。失敬なことを言うやつは懲らしめてやるがいい。うん、芋虫か。あなただったの。せっかく好きになりかけてたのに。好きでも嫌いでもいいがよく聞け。邪魔おっこを倒さねばならん。すぐにゲートを開き、女王と対決するのだ。杖の最後の部品がないの。あいつの目玉なしで勝てるの。わからないが、事態は一刻を争う。何を知ってるって言うの。恐ろしい怪物と戦えって言うけど、それって本当に私がやるべきこと。やるしかない。君を救えるのは君だけだ。私を救う。しかな、そうなの。そのために私ここへ来たの。死ぬのなんか怖くない。死にたい時だってあるわ。死ではない。じゃあ何。死ぬよりひどいことなんてある。私はバカじゃない。あなたどうかしてない。どう思おうと勝手だがいいか。君は火事の後、あまりの喪失感に耐えられず、自分の現実に背を向けた。ウサギの呼びかけに応えた時、ようやく立ち直り始めたんだ。このまま進め、ハリス。自分を救え。そうすれば不思議の国も我々も救われる。だんだん分かってきたわ。この世界を壊したのは私。直せるのも私だけなのね。頑張るのだよ、アリス。ジャバウォックを倒すのだ。君にはグリフォンがついている。うん。最強の仲間だ。勝ち目はあるぞ。グリフォン。了解。不思議の国のアリスで出てきましたね、あの芋虫はね。さて、あ、まだまだいるな。うわ、これどうやっていくんだろう。右はやばいな。いけるか。オッケー、いった。はあ、危ない。いける。何の声。あ、なんか家。さあ、ちょっとじゃあ周りも見たいな。なんかある。危ねえ、ここなんか危ねえ。さあ、問題はこっからどこに行くかなんですけども。まあ明らかこっちだろうな。こ、今行ってる方向はちょっと行けなさそうっすね。うわあ、こっちか。これいるよね。うわあ、ちょっと早めにやっときたいね。やばいやばい、これはいかん。ここやばい。狭すぎる。こっからいけんかな。あ、いけたいけた。 OK、 いった。いったけど、この感じで来られたらやばいな。さあ、ジャンプジャンプ。うわー、いる、そこにいる。
魚だった。うん、あ、なんか割とダメージ与えてる感じだな。倒したっぽい。こうか。うわ、これいける？あ、いけそうだな、ギリギリいける。オッケー、ジャンプ。やばい。は？どっから攻撃した？そこか。あー、登ったらすぐっすね。オッケー。あ、で、こうか。で、こうか。オッケー。うわ、こんな至近距離にいる？オッケーオッケー。ギリギリ届いてる。うわ、一体やった。で、奥にもう一体いる。オッケー、登れた。さあ、平地だったらまだいけそう。えらい体力だな。さあ、ここから行こうか。あ、いいよ。めちゃめちゃ食らってる。ああ、これもう行った方が良さそうだな。ちょっと待って、危ねえ。ここ危ねえ。オッケー、やった。楽しい。難しすぎる。でもなんか屋敷に行きましたね。何の屋敷なんだろうね。オッケー、じゃあワープ行きましょうかね。うん、誰だ。遅かったじゃないか、アリス。時間はちゃんと守るべきだと聞いたことはないか。あなた、私の歯医者とすごくよく似てるわ。お前は遅れてばかりいるんだろう。愚かな空想にふけったり、うぬぼれて得意になっているうちにどんどん時間が過ぎていく。他のことをする暇はほとんどない。それで全部つまらない侮辱の言葉を浴びせておしまい。家族はお前が来てくれると思っていたんだろうな。きっと危険を知らせに来てくれると。お前が一番火の近くにいたんだもんな。だがいくら待ったって無駄だった。そしてみんな死んでいった。あれは事故よ。私たち寝てたの。この自分勝手なはみ出し者の出来損ない目が。あの時お前は夢の世界で友達とお茶を飲んでいた。もうそれこそ夢中だったわけだ。幸いお前の部屋は頑丈だった。その頃家族は恐怖に震え、真っ赤な炎に身を焼かれていたというのにな。やめてボスか。はあ、ちょっと待って。オッケー。やばいやば。ちょっと待って、これ時計使う？時計。あー、効かないのか。さすがに効かないよね。ごめんごめん。悪魔の箱も使えない。さあ、回復が取りたいけど。はい。まあ、わあ、これがやばいな。やばい。もう倒した方がいいな。あの雑魚をね、回復出してくれるんで。やばい。厳しいか。回復出してほしい。あ、取ったか。オッケー。さあ、回復取って。
OK。 あ、危ない。回復取って、もうジャックで行くしかない。これは巻き菱でね。あー、巻き菱帰ってきた。いった、あー、危ない。あー、グリフォンも来てくれた。うん、急げアリス、杖は手に入った。仲間も集まった。準備完了だ。ジャバオックは俺が始末する。君は英雄だ。みんなを勝利に導いてくれ。ナイス。ということはこれが最後のジャバオックのパーツか。来たー。ん？え、どこだろう。あ、戻ってきたんか。不思議の国の森か、これ。あ、なんかいる。ん？あれ、ハンプティダンプティじゃないか。あ、いや、でもハンプティダンプティっぽいけどな。ねえ、どうなんだろう。さて、蒼白堂々たる迷宮。うわ、これどこ行きゃいいんだろうな。うわ、やば。はやべ、なんか早い、動きが早いぞ。うわ、高い。うわ、あ、でもこっち来てないっちゃ来てないか。うわ、もうファンネルなんだよな。ああ、ちょっとやってほしい。ああ、でっかい回復もあって。なんかめっちゃいる。こっから届く？さすがに届かんか。うわ、触手がうごめいている。うん、あれを開けるには、ジャバオックの目玉の杖が必要だ。ジャバオックの目玉の杖、え、持ってる？今もう全部揃ったんかな。あった。ちょっと待って、これどんな攻撃？うわ、すげえ。もうレーザーっすね。オッケー、じゃあこれで当てていいんかな。これ何？これ何？右は何だろう。これ何だろう。うわ、すげえ。は？は？なんか俺も食らう。はい、戻って全回復してきた。じゃあジャバオックの杖を使いましょうかね。これでいいんかな。あ、来た来た来た。なんちゅう武器だよこれ。あ、なんか落ちてきてる。これはまあ左クリックというか、うん、うん、ハートの女王の領地だって。あー、これはもう新しいところに来たな。うわ、アメリカンマギー氏っぽいな。ねえ、アリスの世界観ですな。素晴らしい。はい、
まあ、そんなわけでジャバオックの目玉の杖も手に入れまして、炎と硫黄の第一編は終了という感じでございます。難しいですね、あのね、ショージャンプがマジでむずいねー、あー、まあまあ楽しいです、本当に楽しいじゃあそんな感じで次回はね、じゃあこの続きからプレイしていきたいなと思っております。ではそんな感じでご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた。